はい、富士来ました。あ、いろいろ貼ってあるけど、鎌倉時代海部教の城跡ね。城ということは、これは古墳じゃなかったんかな。古墳時代の跡やからだよな。ちょっと上上がってみましょう。あ、ここもなんか古墳の工房いっぱいある感じやね。これここにほら海部教が城跡三角線がありますわ。ほんでどっち帰ったら帰れるのかね、これ分からんがね。これイメージ的にはこう上がってきたんやから、こっちなんだけどな。こっちやな。よっしゃ、こっち行ってみよう。観察学校の方に行くはずやけど、こっち行ったらな。この方が楽やわ、下りばっかりやから。はい、ここからね、観察学校本地に行けたらいいやけどね。あれ書いてないね。標高210m、書いてないやけど、こっちやろ。これもまた大変な道でございますね。これも滑るから、いやー大変でございます。これちょっと待って、いや、これいけんのかね。これいけそうやけどね。これあまりの急やからね、ひっくり腰や。ちょっと待てや。ほんなら傘次に、まあ、ならんか。なんか持たれへんの、これ手。これで持つか。持たれへん。大変大変、これは大変でございます。大変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 。よいしょ、これ。ほら、こっちでやはりだけどね。よいしょ、よいしょ。こんな道ね、下から上がってから記憶ありますわ、これ。どこまで上がってきたかわからんけど。よしよし、これは楽や、下りやから。急な下りなかったらな、まだ楽なんだけどね。よしよし、真っ黒だくない。ものすごい勢いで降りてんね、これ。これいけんの、みんな大事しようと。こう落ちるの、降りるのね、みんな同じ折り方しますか、これ。すりまくって。さーて、今どこにおるんですか？現在地に戻る。ヨーラフ、関数塚古墳。ウィキペディアからの情報。はいはい。与楽観鈴鹿古墳は奈良県高市郡高取町与楽にある円墳。ナビ開始。はい、ナビ開始。今どこおんの？ここで行けんのかな？行かなしゃあないな。
なんかイメージ的に行けそうやけどね。どうやろう、行けるかね。で、この辺まで来てるかもしれんな。この辺りまで来たから上がって、こんな感じのところでずっと来たことあるんやけど、来てるぞこれ。どっち行くだこれ、左か。ナビが言うこと聞まへんなこれ全然。だいぶ道が近くなったからな、道がよ、これ。うわぁ、滝山の中や、真っ暗や。もうだいぶ近いねこれ。もうだいぶ下りてきましたけどね、なかなか、なかなかでございます。タケノコがいっぱいあった時やから、去年春かな。まあすごかったね、イノシシがこの辺ね、穴掘って。で、竹の子はね、掘ったやつをザーッと置いてはんねんて。あれわからんな。どういうこっちゃろうね。いや、俺で聞こえましたわ。大変。はい、出てこれましたけど、なんだこれは。イノシシ掘った跡かね。
すごいことになったもんね、これ。ここ電気作業からね、触ったら危ないんです。いや、触るか、ほら。ああ、やっと生還できましたわ。大変でございました。海伏山の城跡やったかね。お兄さん15分ぐらいで行ける言われてね、行ったんやけど。看板もなくなってるやん、これ。葛塚くん。ああ、これが環状古墳やったか、これがな。はい。環状古墳。